お客さんがいなくても最近もテレビの歌番組もねこうしてね、うん、ちゃんとこうやってパーティション立ててね、うん、パーティション立ててやってるけど歌はやっぱりねあの宇垣さんのいるところで歌いたいね、うん、タイガー・ウズも言ってたお前に？いやお前にですよウンティインタビューねインタビュー、うん、お前に言ったらお前がウンティやっぱりねタイガーってねやっぱり言われると絶対入れてやろうって、うん、そういうものがないから、うんやっぱりそのプレイしてても、うん、プレイしがいがない、うん、だからあのタイガーでもさすがのタイガーでもそうやって言ってた、うん、もう大親友だからねタイガーとなタイガーとね、はいうん、タイガーマスクタイガーマスクねやっぱりタイガーマスクねそうなるよな歌俺あんま好きじゃない歌うんですみんな言うよね歌好きじゃないんだよ鳥羽の兄ちゃんも言うし、うん、吉さんも言うし、うん、前川さんも言うよ清さんもね、うん、もうね飽きたのよは飽きたの俺清さんで今思い出したけど、うん、風呂入るじゃん、うんねはい、でバスタオルあるじゃん、うん、で清さんからもらったでかいバスタオルがある清さんの顔入りなんですよそうあるあるバーって、うん、体拭いて、うん、やっぱり椅子座るときそのバスタオルが置くじゃん、はいはいうん清さんの顔が困るわ、うん、やっぱりね、清さんすいませんねってそれでバッてそばだそうこう、うん、なんか申し訳ない感じです、うんうん、俺、あの前川さんのタオルはね、うん、あの、ま、枕カバーにしてる枕カバー、枕カバー、はい、それはいいんじゃない枕カバーで顔は裏の方にしてね清さん、よしはあのよだれを多く垂らしますからねそうそう多分清さんの顔ガビガビになっちゃったガビガビ前川さんがこうやってるなこなねなんかちょっとこんなんで撮ってるんでね、うん、そこにこうよだれてある寝てて俺でも売れた頃ね今から37、8年前、うん、ジョージ俺の家に遊びに来ないかって誘ってくれた先輩は清さんが一番最初だった、うん、で行った、うんうん、ただやっぱりね、うん、すごいよねこう家のど真ん中に何長崎シャンプー置いてあるの ローマ風のポールが立っててそうそう家の真ん中に長崎シャンプー置いてあるのかななんで長崎ちゃんぽんなのまあ長崎の人だからね、うん、あそう、うん、それでね、うん、ジョージ酒好きだから俺は飲めんとって、うん、でもジョージってジョージが飲むやったらあ飲ませていただきますよって、うん、お芋飲むって、うん、本当に飲めない清さんが酒飲んでくれた、うん飲んでるとやっぱおしっこしたくなるじゃん。そうなるね。ちょっと署名やん。あのその廊下の左側って行った。うん、でおしっこした。流さんといけんの、うん。違うのよ普通のトイレ。どうなってる？ウォシュレット。38年前のウォシュレット、うん。飲んでたんじゃないの？あこう出てくる水？長崎はって。そうじゃなくて流さなきゃいけないじゃん流さなきゃいけないね、うん、あ、おしっこ左側にスイッチがいっぱいあったから、はいはい、たくさんあるねどれを押せばいいのかな、うん、青い波がこう30何年前にあったんだもう3つも38年前にあったうちの北島の親父の家だって、うん、なかったんだ、うん、草色の親父の家はないなあの昔の垂れ流し垂れ流し違うよ普通に水洗トイレでウォシュレットこんな新聞が出ていたってあのねウォシュレットをするようなところで、うん、トイレなんか俺そういうことないからその当時はね親父の家で、うん、やっぱりおしっこするとこがあるじゃん、うん、ねだけど初めて見たんだよ流すの分かんなくて、もういいや洗浄って書いてあったし、うん、波がこうブルーでね、うん、そこバーン押したやんドーンって音がして、うん、ノズルがビーって出てきたじゃん、うん、なんかなと思ったらピーッわーっと避けるじゃん壁にボボボボボボ止まんねえじゃん結構強くすると、うん、強くするとすごいよ、うん、ピューだからバッ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 これこう持ってきて押さえつけてまた止まるっていう感じがそれパッとしたら、ふーん、触ってた。ここもうびちょびちょです。座れよ。
もうびちょびちょ。つまりちっちゃい絨毯があって、うん、それって拭いて、うん、絞って、ほっ何十回やったか。もうん、いいやって、もう握力なくなっちゃって、もうそれ、もう出ていった。そうそう、なったっけ。で、キヨさん帰りますって、お帰りとって、また来いよって、はい。言わなかったの？え？言わなかったの？お前それはダメだよ。ちゃんとこうやってトイレ汚したから分かんなかったからって。いや、行った方が正直に言った方、言ったら、うん、キヨさんはもうジョージよかって思って、言ってくれたかもしれんけど、で帰りますって。で、後から玄関降りて、うん、ね、靴履いて、キヨさん、また呼んでくださいねって。ジョージって今度来る時は、絨毯買ってきてって。って言ってた。もう知ってたよ。そりゃそうだろうね。そんなことがあった。うちの袋はハワイから行ってた、似たような話がハワイから青森から連れて行った時に、うちの袋がビデ、はいはい、ビデ、ビデで水飲もうとしたからね。公園だと思って、ダメ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 、うちの女房がおばあちゃんそれ違う、それ違う、それ違う、それ飲んじゃダメ飲んじゃダメって止めに行ったけどさ、だからもう知らないからね。そうだな。そう、習慣ないもんね。ないない、だって飛行機乗ってさ、うん、あれも行くのって言うからさ、あれもって何って外見て、うん、何あれも行くの、羽刺してるの、羽、あ、飛行機の羽刺して、はい、あれも一緒に行くのかって言うんだ。俺そんな両親二人連れてってた、ハワイ。あれも行くのかって。あれも行くの、うん、じゃあ初めてのハワイ、初めてのハワイ、初めてハワイに行った時、うん、いわゆる初めてのハワイ、はい、香西香織たん的には、はい、初めてハワイ行った時に、うん、香織たんってかわいいじゃん。俺と香織たんはできてんだからさ。ダーリンとハニーだから、ね、そうだよ初めてハワイに行った時は初めての印象、最初は何、会社の、うんうん、とスタッフとみんなで社員旅行みたいな感じで、うん、社長に連れてってもらった、うんうん、でそうね、あったかくて、うん、あったかいからね、あったかい、正月なのに、うんうん、正月なのにあったかくて、うん、日焼けしちゃいけないじゃん、うちだって、あー、はいはい、プールサイド、ね、出たいけど、なんで気使うよね、着物着てんのに、真っ黒だとさ、あ、着物着てるのにね、うん、でもお仕事だよ、でも元々黒い人だって全然、いや男はいい、男の人はいいけど、田中美幸ちゃんなんかすごいゴルフやるときキャディーさんみたいな感じ、そうそうそう、こんな帽子かぶってな、冬美ちゃんもそうだね、ここまで長いのってどこのあの、なんだ、ゴミを取れるんですか、あ、タオルちゃんの時、ハワイ、うん、そう、うん、初めてのハワイ行った、あの、ゴルフ連れてってもらった、あ、本当、向こうのゴルフ場、うん、したらさ、すっごいスコールにあったの、はいはいはい、ぐっしょぐしょになって、うん、で、まあもうしょうがないから、うん、そのクラブハウスに帰ってショップがあるじゃないですか、うん、そこでみんなも全員も大着替え合戦をやって、でももう体冷えちゃってるから食事しようって言ってレストハウス行くとすごいクーラー効いてる、そうそうそう、あれなんで？痛いぐらいね、うん、寒くて、だから、あったかい国だけど、寒いって思う、アメリカのクーラー強いよな、うん、現地の人ね、慣れちゃってんのよ、あれだと思う、だから俺たちが、あの、四季ちゃんと感じる日本人が行くと、うんうん、もうどこ行ってもクーラー効きすぎなの、あとね、あの、こうガラス張り の、うん、あの喫茶店、コーヒーショップみたいな、うん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 、で、こうやって本読んでるわけよ、うん、ある女性が、うん、で、ここにコーヒー来て、で、本読みながら、シュガーポットあるでしょ、うん、日本人だとお砂糖をこうやって入れるか、うん、まあ今はこういうスティックになってたりとか、それこういう、あっちはこう入ってる、ポッとそのままダーって見もしないでどうするんだろう、あれ飲むのかなと思って、それが不思議だった、うんうん、そう混ぜないのね、うんうんうん、でそこにたまったのがじわーって甘くなってくるのを、あれ飲むんだろうか、それが本当のなんかね通の飲み方らしいよ、そうなの、うん、ホットのね、あ、そう、うん、私コーヒーがブラックだからガバーって入れて、なんかもう本当にこうやって本読んでてこうやって、え、まだ入れんの、まだ入れんのぐらいお砂糖入れてんのが不思議だ、ね、うん、俺一番びっくりしたもんね、うん、朝飯食い行くじゃん、はい、で、あのホットドッグ、うん、ホットドッグと卵を食おうぜっていう、うんうん、行ったの、うん、すっ
これでこんなでかい、うん、あのパンケーキ、うん、8段ぐらい。すごい。朝からすっごいな。それホットドッグじゃないじゃん。パンケーキ。いやパンケーキだパンケーキ。パンケーキ。ね、それにバナナが1本。バナナ1本。これ卵のスクランブルエッグがこんなのよ。てんこ盛り？食えない。あれアメリカ人みんな食っちゃうからね。でコカ・コーラ頼んだらこんなの。サイズがでっかいよね。でかいの。戦争負けると思った戦争もうそこに戻るかでもさ、いやいや、ハンバーガー美味しいよね。ハンバーガー、肉がね、お肉、肉があの 100% ビーフだから、うん、あのいわゆる日本と違ってあのハンバーグっつったら玉ねぎとか入れるやん、うん、ね、向こうね、あの肉そのものなんだよ。ですよね、うん、で、ちょっと硬いけど、うん、肉が肉の味がするんだよ、うん、俺ね、ホテルで、うん、部屋でね、うん、なんかゴーって言うんだよ。誰と嫁？俺とえっちゃんと、まあ、えっちゃんと、うん、うちの司会者とか、ね、いいの？家族で行ったり会社で行ったりするいいよね。うん、何でメニュー見たら、うん、ファイヤーハンターバーガーってあった。ファイヤーファイヤーファイヤーハンターバーガー。おーおー、ファイヤー燃える。これちょっと頼んでみよう。おーおーおー、来たよ。で2人が持ってきた。バーって、おーで部屋まで入っていきなりカチャって鉄からでポッと火がボワーで座って。ファイヤーショー。何の俺、何のスタートもちょっとね、別にいいんじゃけどさ。一応それでその火の周りを、うん、このあの二人のそのボーイさんが踊るんだよ、こうやって。え？立っていいか。いやいや、まあもうこうやって踊るんだよ。二人で。火つけてる間。うん。バカじゃん。いやいや。アホやんかそれ。これがファイヤーハンターバーガー。どこのホテルじゃ足鍛えます。食べたことないでしょ。ないない。ファイヤーハンターバーグ。そう。今度行ったら食べてみて。うん。踊るから。ホテル教えてくれたら、あとで。あとで。それ俺踊る方やりたいわ。金になるんだから。よしさん、火見なくても踊るから。うまいと思う。あいや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 って言いながらね。上手。やるかなと思ってね。ものすごい上手。俺もやっちゃもう胸叩いちゃって。もうここにあのペースメーカーがこった。もう叩いて。はっはっよっはっはっはっ。火回してた。火回しちゃう。それってあのあれポリネシアンダンスみたいな。僕はね一番最初ハワイ行ったのは、ね、河合直子さんと行ったの。へえ。うん、河合のテレビの仕事で。うん、あ、仕事で行ったんだ。でホームシックかかっちゃってね。ホームシック。俺がその時にはまだまともだったんだよ。ホームシックかかっちゃって。青森じゃん。いても1週間でしょ。1週間だけど飛行機で行くんだけども。うん、1週間船旅なんだよ。島を回る、はい、うん、それでホームシックかかっちゃってね、もう二度とこんな海外が来たくねえなと。アフリカの旅はどうだったの？え、アフリカの旅、あの酔いが冷めちゃうからさ。とりあえずどこ行ったんだっけ？エチオピア。ね、やっぱり違う。いや、それはもう文化も違うし、まあ とにかく物使って食べる人がないとこ手で食べるところだから。本当に手で食べた。一時抜けなかったもん。本当に手で食べた。それもあのヤギとか、うん、そういった生肉をね。へ、だからヤギっても生肉で食べれるもんだよ。だから新鮮なヤギなんでしょう。まあ、それはそうでしょ。僕はヤギ食べたことないからさ。兄弟がアフリカから帰ってきて会うじゃん、うん、飯食うときも全部手で食おうとするんだからもう何やってんだよ。癖ついちゃった、うん、スープをこうやって飲むし、あのね、舐めてるし最後。あのねちょっとおかしくなりかけたんだよ。わかりました。すっごい遠いとこまで日本人の女性に会いに行った。そうそうそう。あれ？そうそう。あれ？なぜこんなとこに日本人？日本人ね。うん。ね。で打ち合わせの段階でさ、うん、もうあの番組自体もちょっとね6時間も7時間もね、うん、ちょっと縮められるし、プロデューサーだったら検討してみますと。よくあるじゃん俺たちでも。全くそんなし。6時間半だ、6時間半、ずっとタバコも吸えない。バスの中で歌ってたもんね。バスが臭い。バスが臭い。その中で6時間半。アフリカに行ったってことに関して、アフリカの子供たちを見たり、いろいろ見ると、日本はどれだけ裕福かも。そうだな。これだから、これは裕福にしたのは、やっぱり日本人が一生懸命頑張ったから、戦争も含めて、頑張ったからだけども、ほぼアフリカのエチオピアっていうのは中国の資本が 90%。 そ
そうなんだ。はい、中国の、あの中国なんとかっていう大きなトラックとかダンプカーがとにかく常に走ってる。で、食事はどうしてたの？食事はだから持ってきたの、こっちから、申請ればいいご飯持って行って、ほんでお酒も飲むんで一応確保、水はダメだろ向こう。水はミネラルウォーター、顔洗うのも歯磨くのも全部あの、ミネラルウォーターで洗ってます。だってカメラマンが、いやエチオピアのあの、の風呂場の風呂場のシャワー茶色いんですねって言ったから、だから違う、茶色だ、ずっと流してあれおかしいと思ってしばらく流してたんだって。そしたらだんだん綺麗な水が、あのシャワーが流れてきて。でも三十何年前に中国行った時、上海、ホテルの水やっぱりそうだったよ、真っ赤みたいなやつ、赤サビだ、赤サビ。今綺麗な水がどうやら出てるらしいけどね。どこでしたっけ？西安、そこで西安の田舎行ったから、ね、便所さ、こう斜めになってんだよ、流れるように、流れるようにね、山かなから水が、だから3人4人一緒にダイビングできるんで、俺ちょっと下痢を起こして、ちょっとその中国の家ってまずさ一軒じゃないのよ、門があって門の中に何家族かいるんだよ。あ、そうなんだ、そこの共同トイレだから、紙持って行ってこうやってここ流れてくる、いや参ったなったら俺の前に人が来たんだよとだばにゃばにゃこうやって俺がここにいるわけだ、ケツからうんこ見えるわけだろもうね、そういうところに行ったの兄弟、立つな、はい、レコード会社も歌手もやめようかなと思って。ところであの芸能界にさ、かぶってる人っているの、誰に聞けばいいのそれ。カサカに聞いた方がいいんじゃないの。今笑わないと笑ってあのね、トバちゃんが言ってたよ、こんなに休みがあるんだったらな、俺は栄養局に出ればいい。僕なんかやっぱ一番ショックなのは志村けんさんがね、亡くなったってことが一番僕ショックでね。仲良しだったもんね。今日これをご覧の方々、はい、僕ら3人でいいんです、助けてください。いや本当に気持ちよくお金受け取ります。